もう、おいたはいけませんよ。さて、本日はアニメコラムのお時間です。お久しぶりのコラムタイムですね。一応、登録者7万人記念の動画だよ。もう、7万4000人超えてますけど。もう8万人が目の前に。あっという間やな。ま、ヨタ話はこれくらいにして、今回のコラムのテーマはこちら。問題だらけの2010年アニメだよ。ま、問題だらけ。そう、今から10年前のアニメ、皆さんは覚えていますか？硫酸が腐れ、大学生を辞めた頃やな。いや、もうちょい前に辞めてる。ここに出てるの、全部10年前の作品ですか。なんか、最近に感じる作品もありますね。まず、2010年に至るまでのアニメ業界の流れを軽く振り返っていこうと思う。長くなりそうやな。00年代前半はゴンゾアニメが一番雰囲気としては分かりやすいね。90年代の新世紀エヴァンゲリオンのヒットから、00年代前半は、どこか陰鬱としたアニメが多かったんだ。2クールくらいの尺でがっつりとしたストーリーで、ゴンゾさんは下手したらバッドエンドみたいなのも多かったですね。ゴンゾ作品以外にも、雰囲気としては重い作品が多かった。作品を挙げると、早急のファフナー、攻殻機動隊、フルメタルパニック、宇宙のステルビア、サムライチャンプルーとかね。名作ばっかやな。だけど、そういう作品ばかり作れなくなってくるんだ。制作会社が増えて、制作数が増えて、アニメにお金を出す人も増えて、そうなると、地上波の枠がなかなか取れなくなってくるんだ。今はほとんど1クールやもんな。00年代後半からは、前半と違って雰囲気が明るくて、ライトな作品が圧倒的に増えてくるんだ。例えばどんな作品ですか？簡単に言えば第二次ラノベアニメブームだね。灼眼のセナ懐かしい。2クールの尺の作品が、00年代後期から徐々に減って、1クールの作品が主体になってくるんだ。マリア様が見てるとか化け物語とかね。シャフト多かったですね。放送される作品数も増えてきて、そうなると渦漏れてしまう作品も増えてくるんだ。今も、ほんと影薄い作品とかありますもんね。そうならないためにはどうすればいいと思う？難しい話やな。エロだよ。くさ。いや、確かにわかりやすい要素ではありますけど。セクシーな要素はわかりやすい娯楽だし、埋もれないためにも、そういった要素を出すアニメが増えてきたんだ。そんな中で出てきたのが、このカノコンなんだ。2008年に放映されたこの作品は1万枚近くの DVD を売り上げた。そんなに大ヒットじゃないですか。この作品、公式が1話を YouTube に上げてたんだけど、 B パートだけ YouTube の規約違反で削除されたんだ。総量枠でさえ許されてるのに規約違反。この作品、いわゆるオネショタでグラマーな年上のお姉さんに誘惑される少年の日々を描いた作品なんだ。わお。裸は当たり前、お風呂なんて当然、パフパフなんて朝飯前、毎話とんでもないシチュエーションでとんでもないシーンばっかりの作品だったんだ。すんごい作品だったんですね。カノコンが売れたことでセクシーアニメ、いわゆる紳士アニメと呼ばれるアニメが盛んになってくる。そんな中で2010年に突入するんだ。どうなってしまうんや。まずは割と健全な方で言えば、一騎当選とクイーンズブレイドなんだ。クイーンズブレイドは2009年のアニメだけど、2010年には OVA も出てたから、2010年の作品として扱うね。話の流れ的に出したかったんだ。誰も気にしてへんと思うよ。というか、キービジュアルの時点であれですね。まあ、この系統の作品は、戦いながら、謎に服が破ける感じの、バトルアクションアニメって感じだね。一騎当選もクイーンズブレイドも、シリーズを追うごとに、どんどんと過激になっていったんだ。より強い刺激を求めてたんやな。クイーンズブレイドに出てくるカトレアってキャラには度肝を抜かされたんだ。でかすぎるやろ。こういうキャラが裸同然になって戦うアニメです。くさ、やっぱりは2010年アニメ。いや、これくらいはまだ可愛い方なんだよ。迷い猫オーバーランだったり、狼さんと7人の仲間たちだったり、普通のラブコメでもパンチラは当たり前の時代だった。迷い猫オーバーランがラブコメかどうかは審議入りますね。でんで、まあMM とかチューブラとか最初からそういう方向のアニメもあったんだけど、まだ可愛い方なんだよ。チューブラ、例えば空の音という作品があったんだけど、それまでそういうシーンはなかったのに8話で失禁シーンが出てきて度肝を抜かれた。一体どういうことや。そういうのが必要ではない作品にもそういう要素が求められて盛り込まれてたんだね。時代やな。ただそうなってくるとラインを超えるやつは現れるんだ。その代表格の一つが、俺の妹がこんなに可愛いわけがないだよ。俺今が10年前だと。この作品タイトルからわかる通り、最終的には妹と兄との恋愛関係に発展する。まあ展開的には2切れだけどね。でもそれくらいはいいじゃないですか。少女漫画とかやとしょっちゅうや、韓国ドラマやと高確率やで。ただ妹の趣味がアダルトゲームなんだよ。中学生がアダルトゲームをやるってのは色々と問題だよね。くさ、確かにそうや。こういうモラルが緩んでる作品だと思う一つ、キスシスっていう作品があるんだ。
この作品、血のつながりはない二人の姉とキスしまくり、いろいろとしまくり、姉だけじゃなく同級生や担任の先生も出てきて、もう大変なことになってる。大変なこと。竹達彩音さんが姉の一人を演じてるのもすごいんだよね。ちなみに地上波では激しすぎて2期ができずに、原作の特典 OAD でさらに12話作られたよ。実質2期が OAD だね。くさ、裏 DVD みたいな売り方しとるな。ちなみに私は全巻持ってる。おう。直接的な描写はないけど、生徒会役員どもは女子高生が過激すぎる&ダイレクトな下ネタを言いまくるアニメとして話題になったで、オープニングでモザイクかかってるアニメはこの作品くらいだよ。あかんあかんあかん。ちなみにトローブルの2期も2010年だけど、他の過激な作品にうずもれてしまった感じはあるし、後のダークネスよりはまだおとなしい方だね。あのトラブルが埋もれてしまう時代ってことですか。やばいわ。この後さらにとんでもない作品を紹介するために、2010年という年の名誉のためにもいい作品をいくつか紹介しておくね。一回リセットやな。ここまででもだいぶドン引きやから、一回リセットや。2010年のアニメといえばやっぱり鈴宮春日の消失だろうね。おお、消失。京都アニメーションだからこそなし得た世界観の描写、3時間近い上映時間を感じさせない重厚かつ素晴らしいストーリーは完成度の高い作品だよ。他にも玉ゆら、ワーキング、侵略イカ娘、それでも街は回っている、四畳半神話体系、ゆららら、世紀末オカルト学院と、私の大好きな作品がいっぱい2010年にはあるんだ。劉さんがよく出すタイトルですね。四畳半神話体系なんかしょっちゅう出てくるやん。そういう素晴らしい作品もある中でとんでもない作品もあったのが2010年なんだ。その双璧をなす一つがセイコンのクエイサー。キービジュアル見る限りは普通やけど、世界観は一言で言えば能力バトルアクション。クエイサーという能力者による戦いだね。まあ12秒的な雰囲気もちょっとあるかな。これのどこがおかしいんです。クエイサーたちが力を使うために母乳を吸うんだ。え、母乳がクエイサーたちの力の源なんだ。とんでもないアニメや。しかもただ吸うんじゃないんだ。いや、ただ吸ってるシーンもあるんだけど、戦闘中でも吸うんだよ。バブミに言えとるんか。通称スタイリッシュ搾乳アクションと呼ばれて、当時の視聴者は度肝を抜かれつつ目が離せなかった。え、これこの体勢で吸っとるんか。うん、吸いまくり。気になる方はぜひ本編で。ちなみに主人公はラスボス的存在の母乳も吸うよ。ラスボスの母乳を吸う主人公、一度見たら絶対に忘れられないセクシーな要素をやりすぎた結果、おバカな方向に進化しちゃって結果がこれだね。おバカなというか超絶下品な方向だと、パンティ&ストッキング、ウィズ、ガーターベルトもすごい印象に残ってる作品なんだ。どんなタイトルやねん。大人のためのキッズアニメみたいな、カートゥーン調で描かれた世界観で、ゲロリまくり排泄しまくりやりまくる、もうとんでもない作品なんだ。どんな作品や。ちなみに制作はガイナックス、監督はプロメア、グレン・ラガンで有名な今石博之監督だよ。作品の方向性が違いすぎるんやけど。個人的には大好きな作品だけど、かなり人を選ぶ作品ではあるね。 PTA に中指立ててるようなアニメだから。そして最大の問題作を最後にご紹介したい。最大、もうお腹いっぱいやけど。2010年最大の問題作、よすがの空だよ。ん、なんか爽やかそうなアニメじゃないですか。この作品はある意味で2010年の作品の集大成みたいな感じなんだ。モラルの崩壊、過激な描写、そしてオムニバス形式。オムニバス形式。2010年に天神 SS という作品もアニメ化されたんだ。恋愛アドベンチャーゲーム原作で、複数のヒロインのルートを描くためにオムニバス形式になってたんだ。はい、賢い方法ですね。これだと一人一人のエンディングまで描けますし、ファンも納得でしょう。うん、天神は一人一人のキャラが本当に可愛くて、声優さんの演技も本当に素晴らしくてニヤニヤできる。2010年の作品だからちょっとセクシーなシーンもあるけど、すごく完成度は高い作品なんだ。天神が一人一人のキャラの魅力を伝えるためなら、よすがの空派一人一人のキャラとやるためにオムニバス形式にしてる。最低すぎて草も生えないですよ。よすがの空自体は結構ストーリーやキャラクターが練られてる部分はあるんだ。トラウマとか過去とか、それを乗り越えるストーリーとか、よく言えば兄と妹の愛を真正面から描いてる、実際美しい物語と評価してる人もいる。なるほど。でも玄関開けたら兄と妹がずっこんばっこんしてるようなシーンをテレビアニメでやるのはさすがにアウトだと思うんだよ。ちなみにこれ映ってないけど、下に四つん這いの妹がいる。くさ、もう擁護のしょうがないくらいひどいアニメですね。ちなみにこの作品、地上波では規制だらけ。あの ATX でさえ規制が入ったんだよ。ワンランク上どころか3ランクくらい飛び抜けちゃって、 ATX でも放送しきれんかったんか。東京都青少年健全育成審議会でも議題に上がるアニメはなかなかないよね。
いい大人が夜菅の空で議論してたんか。ちなみに議論の結果は近親相関を描いた作品ではあるが規制には当たらないと東京都からお墨付きが出た。まさかのお墨付きで草というか三谷やな。ただこの夜菅の空がある意味でセクシーアニメのピークだったと言えるんだ。規制も厳しくなって2011年以降はだんだんとセクシーアニメや紳士アニメが影を潜めていくんだ。すごかったんやな、まさに節目や。もちろん2020年現在も僧侶枠だったり異種族レビュワーズだったりセクシーなアニメも結構あるんだけどね。ただ夜菅の空レベルはなかなか。これくらいになるといろいろなところから怒られそうやもんな。異種族レビュワーズもいろいろと怒られてそうやったし。2010年はまさに玉石混交ならぬ玉エロ混交の時代だったんだね。まさかそれを言いたいためにこのコラム作りました。違うよ。今回話の流れで紹介してなかったけど好きな作品はいっぱいあるんだ。荒川アンダーザブリッジ、クラゲ姫、神の溝知る世界、刀語り、スター、ドライバー、輝きのタクト、ブレイクブレイド、エトセトラエトセトラ、いっぱい好きな作品はあるけど、夜菅の空と火星魂のクエイサーみたいな強烈な作品も2010年にはいっぱいあったよって話なんだ。つまりは玉石混交ならぬ玉エル混交ってことやな。皆さんもこの機会によかったら2010年のアニメを一つでも見ていただけると幸いです。スタイリッシュ作ニューアクションが頭から離れんもん。今夜は徹夜や。変な夢見そう。